ライモンド・モンテクッコリは、イタリア海軍の軽巡洋艦である、ライモンド・モンテクッコリ級の一番艦。艦名は17世紀にオーストリアで転戦した、イタリア人の将軍ライモンド・モンテクッコリにちなむ。第二次世界大戦後は、練習艦としても運用され、1964年まで在籍していた。1931年10月1日に、アンサルド・ジェノバ像戦所で寄港した。 1934年8月2日に浸水し、1935年6月30日に収益した。イタリア王国は中華民国の数カ所に疎開を設けており、天津市のイタリア疎開や上海共同疎開などを防衛するためにサンマルコ海兵隊が配備され、またイタリア海軍の艦艇も配置していた。1937年8月13日、 第二次上海事変が発生した。中華民国空軍の上海爆撃では、上海共同疎開でも民間人に多数の死者が出る。北支事変は全面戦争に発展した。ライモンド・モンテクッコリはイタリアの権益保護のため中国大陸に派遣される。同年8月27日にナポリを発し、9月15日に上海に到着した。 1938年4月、日本への親善公開を行う。4月2日、ライモンド・モンテクッコリは長崎港に到着した。その後、別府港、神戸港に寄港。18日、ライモンド・モンテクッコリは横浜港に入港した。19日、モンテクッコリ館長や副長は皇居を訪問し、昭和天皇に拝越した。5月初旬、青森を出発して、 中国大陸に向かった。またニューサウスウェールズ入植150周年に際してオーストラリアを訪問したこともある。ライモンド・モンテクッコリは1938年11月1日に上海を離れ12月7日にナポリに戻った。1940年6月10日、イタリア王国はイギリスとフランスに戦線を布告し、 数軸国側に立って第二次世界大戦に参戦した。開戦とともにフランス海軍はバード作戦を発動し巡洋艦部隊によるイタリア本土の要行に対する艦砲射撃を実施する。トゥーロンを出撃したフランス艦隊は15日にジェノバとサボーナを砲撃した。その頃、イギリス地中海艦隊の根拠地アレクサンドリアを曲がりしていたフランス艦隊のうち 従順トゥールビルと従順デュケーヌが同地を出撃して英華海の強行偵察を行った。イタリア海軍はナポリから軽順2隻を出撃させ、普通従順2隻の退路を断とうとしたという。だが両者とも遭遇せず、海戦にならなかった。6月22日に独仏休戦協定が24日にフランスとイタリア間でビラインチーサ休戦協定が結ばれて、 フランスは事実上降伏した。その後、地中海における、数軸国側の指摘は、イギリスとなる。地中海攻防戦において、ライモンド・モンテク・コリは、プンタスティロ海戦、第一次シルテワン海戦、ハープーン作戦迎撃などに参加した。1942年になると、マルタをめぐる、連合国軍と、数軸国軍の戦闘は激化した。同年6月、 イギリス海軍はアレクサンドリアからマルタ島を目指すビガラス作戦とジブラルタルからマルタ島を目指すハープーン作戦を実施、二つの増援補給船団を編成した。ビガラス船団溶劇にはクレタ島のドイツ空軍やビットリオベネト級戦艦二隻を機関とするイタリア海軍主力艦隊が投入され、本艦は両艦と共にハープーン船団の攻撃に向かった。 別動隊の指揮官は、第7巡洋戦隊を率いるアルベルト・ダザラ提督で、ケージュン・エオジェニオ・ディサ・サボイアに、正気を掲げていた。イギリス軍のハープーン戦団護衛部隊のうち、H 部隊の戦艦や航空母艦は、チュニジア北東部ボンミサキ半島で引き返したので、残りの戦団は、海と空からの数軸国軍の攻撃にさらされた。6月14日、パンテレリーア島付近において、 イケージュ2隻と駆逐艦5隻は、すでに数軸軍空軍機に痛めつけられていた、英軍輸送船団を攻撃した。これをパンテリア沖海戦と呼称する。連合国軍と数軸国軍双方の航空攻撃が入り乱れる、中での海戦となり、イタリア側は共同で、英駆逐艦ベドウィンと輸送艦ケンタッキーを撃沈、英駆逐艦パートリッジを撃破した。また、 本艦の砲撃が、A 総海と平米に命中したという。イタリア側は、育地区間ビバルデが損傷した。ハープーン戦団のイギリス軍輸送船6隻のうち、マルタにたどり着いたのは2隻であった。ビガラス作戦とハープーン作戦の双方に失敗した、イギリス海軍は、再び大輸送船団を編成した。ハープーン作戦と同様に、ジブラルタル経由でマルタを目指す。 ペデスタル作戦である。イタリア海軍の水上艦隊は、従順三隻、軽順三隻、駆逐艦多数という戦力で出撃した。だが8月13日に、衛潜水艦アンブロークンに来撃される。従順ボルツァーノが大破、軽順ムチオアッテン道路が艦首を失った。連合国軍輸送船団は損害を受けながらも、マルタにたどり着き、連合国軍は、 同等周辺の制空権を盤石なものとした。同年12月4日、米軍機のナポリ空襲によって、ライモンド・モンテクッコリは大破し、死者は44人に上った。ライモンド・モンテクッコリは修理のためパレルモに開港された。その後、対空火器の強化が行われた。1943年9月、イタリア王国は降伏した。イタリア軍の武装解除の後、 イタリア艦籍に復帰する。訓練艦として1964年まで在籍した。その後1972年に解体されたが、その一部が手法等と共にペルージャ郊外のチッタデッラドメニカに保存された。ありがとうございます。